たね。いや、よかったよかった。危ない危ない。いや、もうスタートはちょっと達成だからね。そう、スタートなんですかね。なんか前足で行ったけど、本当立ち上がりこなくて。そうですね。気圧下がってるし、向かい風だし、暑いし、湿気てるし、条件全部揃っちゃって。暑い方がいいって言いましたね。日本モーターは暑い方がいい。あ、もう今日からもね、ずっとテルテルコート。本当ですか？お願いします。頑張らなくては。さあ、それでは2連勝新田由里選手です、はい。よろしくお願いします。お願いします。まずちょっと簡単にお詫びだけしたかったんですけど、はい、昨日ね、今節初勝利挙げて、はい、こんなに僕ら新田選手サービスしてくれてるのに、はい、勝った時ここでお出迎えできずに、あ、申し訳ございませんでした。いやいやいや、そこは。怒ってるだろうな、いないんじゃ、いないんじゃ、どこに行ったんじゃーって言うて、おらんのんじゃーって、おらんのんじゃーって怒ってんのちゃうかなと思ったんですけど、なりましたちょっと、なりましたそれでも連勝で、はい、もうね、怒っていただいてよかった。そしてなおかつですね、はい、今日はもうそのためのインタビューですから。お、そうだね、旦那様が旦那、G1 でよかった、もう本当嬉しかったです。すごいやんか、同じ9レースだったんですよ、うん、レース見れんと思って、うん、でも絶対逃げてくれるし、私めちゃくちゃ取るぞってなって、うん、取れました。取れました。すごいやんか。愛の力は強いのであります。すごい。よかった、本当に。もうなんか自分の一着より旦那が一着取ったよって聞いて、ってなって。そっちの方が嬉しいのかな、そっちの方が嬉しかった。まあでもね、G1 で先に1回水神祭をこの間、ね、レディースチャンピオンで済ませてるから、はい、ね。まあ人生の先輩としての先に行ったっていうこともあるし、そうですよ、私も4つ目なんで、そこは先に行かしてくれって、ね、行かしてくれってなって、でしっかりと旦那さんを昨日買って、はい、よかった。ちなみに今節こう最後こう何か声を掛け合って出てきた、あ、はい、まあそうですね、いつものようになんか無事故で笑顔で会おうねって感じで、うん、え、そんな可愛いって言うの？そうですよ、もう会おうねって感じで、もうニャンニャンなんで私は。ニャンニャンなの？ニャンニャンなんですよ、こう見えて。最後にニャンニャンなの？ちょっとキモいんですよキモめなんですそれもやってもらわなきゃね、そのうちぜひ。そのうちね、ジャージャなくてもうニャンニャンになってる。ニャンニャンって、そう、ニャンニャンからになっちゃって、ジャージャー弱くなったんですよねそうなっちゃった。いやいや、いいやないの。いや、なんかそのJLCさんのインタビューを答えてるインタビューを見ても、はい、随分とこう大人っぽくなって、あ、本当ですか。なんかこれ今週ちょっとオーラも出てるんじゃないの？オーラ出てますか？おお、なんかちょっとそれちょっとおもろいんですけど、自信がある、なんか、あ、やっぱりモーターに対する信頼もあるんですか？あ、信頼はでかいです、モーターの、うん、めっちゃいいと思うんですよ、本当に、うん、まあ、センテージ通りって感じで、様々ですって感じで。いや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 、いやもうこうなったら旦那さんがそら水金さんやったんやから、もう初優勝を目指すしかなくなってきたから、もう目指します、そこは言っていただいてるんで。いやもうだってほんまに新田由里の初優勝を僕ゴースポで取れたら最高やわ。1時間番組ぐらいやりましょう。やりましょう。本当ですか？いいんですか？そんなポリ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 だわ。日に日に良くなってる感じなの？うん、そうですね、なんか変わらずいいかなって感じで、でもなんかちょっとやっぱなんか重めにしてるんで、ペラをちょっとなんかもうちょっと軽快にした方がいいかなと思いながらもっていう感じです。本当微調整でどうしようかなってところなんで、走るレースによって気温もちょっと下がるから、はい、後半はそうです。ちょっとこの問題いいかなここから何かアドバイスないですか、お母さんから。そうそう、だから後半戦 今言った感じで全然違うから、12走るとなったら全然も気温も下がってくる、はい、特有なんですかね。でもレース中今ほら日が落ちるのが早いのに遅くまでやってるから、ここ実況は5時前ぐらいまでやってるから。そうです、宮島なんかでもそうじゃない、これからちょっとあるでしょ。はい、そうです、あるでしょ、そこの微調整が。そうですね、まあ、そうちょっとじゃあ、ね、あとちょっとなんじゃ、ほんまにちょっとなんじゃ、マジでちょっとなんじゃ。まあでもちょっともう僕もワクワクドキドキ、ちょっとほんで今のイチゴでは逆にちょっとハラハラした。ここは落とすなよ。いやほんまっすね、私もここは落としちゃいかんよなってなりながら、でスタートちょっと遅れてやばいやばいやばいと思って必死に回りました。お上手に回ってました、はい、ありがとうございます。さあそれでは後半戦に向けて抱負を、はいはい、後半も糸取れるように頑張るんじゃ
選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来て。